江ノ島電鉄2000系電車。江ノ島電鉄2000系電車。江ノ島で、電鉄2000型電車は、江ノ島電鉄の電車。なお、江ノ島電鉄では個別の編成について、例えば車号2001と2051の編成を2001から2051編成、もしくは号車もしくは2001編成、もしくは号車と呼称しており、本校でもこれに準じて記述する。 4両編成での運転が不可能で老朽化していた600系の置き換えとして1990年から1992年にかけて2両編成3本の計6両が等級車両製造で製作された。性能面における充実を線形五5 0 1 1 5 0 2編成で確立したため旅客サービスの向上を追求することとしてており、これを含む設計方針は以下の通りである。 正面は展望性を利かせた一枚大型ガラスを採用し、側面窓、客用ドアの幅や高さ、室内天井高さも従来車両より拡大されている。車体は塩害対策としてステンレス鋼を基本とした車体構造としており、枕張り、重量を除く大枠、後退骨組み、床板、屋根板、正面ズマと側板の大枠との結合部、妻外ががステンレス。 その他の正面ズマと側板は対抗性後半となっている。なお、本形式の製造に合わせて、ノデン独自の建築限界、車両限界が制定され、これに適合した車両となっている。また、側面窓を線形の幅 1020mm、高さ 850mm のものから銅線 50mm、950mm のものに拡大しているほか、上高扉を 幅 1000mm から 1200mm に拡大して、乗降時分の短縮を図っている。2001.2002編成の連結機は、NCB-2 密着自動連結機で、増結・解決時における、電気連結機及び、空気ホースの脱着作業の容易化を図るため、 同時を連結機上部に設置した吊り下型のもので横辺に設置された ULU1050 電気連結器と共に左右角35度の触れ角度となっている。1992年に製造された2003編成の2053号車に試験的に D90 密着連結器と96芯の電気、連結器自動解決装置、下受け型の同時を装備し、 2002編成の2002号車を同様に改造して運用試験を実施している。また、2001.2002編成の製造時には全面下部に補助配尚機が装着されているが、2003編成は製造時から未装着で、取付部の関係からその後も装着工事を実施していない。客室内は片側2箇所の乗降扉間と、 後部上高扉横に1人当たり 430mm 幅のロングシートを両者端部にクロスシートを配置し前方の景色も楽しめるようになっている。クロスシートは山側1人掛け、海側2人掛け、2003編成の連結面部分のみは通り抜けを考慮して海側、山側とも1人掛けとなっており、表地は青色、各座席端部の肘掛けには何年木材を使用している。 運転室内は1000型と同様の中央運転台式でワンハンドル式マスターコントローラーのものとなっており、平用軌道における株式会確保のため景気板の高さを抑えたものとなっているが、一部機器を床下に移設しているなど、機器配置を一部変更しているほか、全面窓ガラスの大型化に伴いワイパーを大型化しており、2001.2002編成は、 ボッシュ製のブレード長 1000mm、アーム長 725mm のもの2本、2003、編成は1本装備している。また、戦闘部床下,下に電子警報器を新たに設置している。このほか、エノデンでは500系、初代の新造時以来となる、テープ式の車内自動放送装置の矢マイナス9012が装備されているほか、 全面行き先表示器には季節ごとに変わるイラストを配した終着駅名表示用意され、車内扉上にはマップ式の列車位置表示器が設置されている。走行機器等は線形の1501.1502編成のものを踏襲している。すなわち、主制御器は電動カム軸制御式のアッコットフ M450 から 789AM 直列11段。 並列8段、弱め回、字2段、発電制度19段、主電動機は TDK8005A で、定格は、端子電圧 300V 時で、電流 195A、出力 50kW、回転数 1300RPM、駆動装置はタワミ板中空軸平行、カルダン駆動方式の KD110AM で、いずれも、東洋電製造製、ブレーキ装置は発電ブレーキ併用、 電気指令式で E 型中継弁を使用するナブコ・ケンナブテスコ製の HRD-1D となっている。また、補助電源装置も1501.1502、編成と同一の東洋電気製造製のコンデンサ分圧ブースタ式、サイリスタインバータである RG403AHM を1機搭載しており、出力は照明装置や送風機、 乗務員室暖房等に供給される、交流 100V、200V60Hz、制御回路に供給される、直流 100V、列車無線回路等に供給される、直流 24V で、計19羽となっている。また、性能も線501.1502編成と、同等であり、軌道加速度は時速 2.0km、S、減速度は、 常用時速 3.5km、S、非常時時速 4.0km、S、近衡速度は時速 60km となっている。台車は1501.1502編成の TS-829、同台車、TS-830、連接、10台車をベースに改良を加えた TS-829A、TS-830A となっている。 縦段波を併用した枕羽根は、同じコイル羽根ながら3本個並列のものから2個並列に、簡略化して、保守の容易化が図られた一方で、横段波2本を追加して、乗り心地の向上を図っている。その他は TS-829、TS-830 と同様で、台車枠は固定軸橋 1650mm とした、後半溶接構造。 軸バネは合成ゴムブロックと、コイルバネで軸箱指示方式は、軸箱盛り式、基礎ブレーキ装置は、同台車は、ブレーキシリンダが、金属シリンダの片押し式踏み面ブレーキで、合成成輪子、中鉄成輪子併用のもの、受台車は一軸あたり2枚のブレーキディスクとゴム式、ブレーキシリンによる、ディスクブレーキとなっている。終電装置は、エノデン唯一の、 下枠交差式パンタグラフの PT4827AM が採用された。冷房装置は他の路面電車車両等にも広く採用されている三菱電機製で容量2 4 4ットの CU77 系の CU77AE1 を採用している。このシステムは屋根状に搭載された冷房装置と冷房制御箱床下に搭載された 機動制御箱から構成されるもので、冷房制御箱には2系統のインバータが内蔵されており、低電圧、低周波数出力は、室内送風機に、可変電圧、可変周波数出力は、冷媒の圧縮機、室送風機系統とも冷房を不使用時には、車両内の他の負荷にも出力可能なものとなっており、低電圧、低周波数出力は、前面の防曇りガラスに、 可変電圧可変周波数制御可変電圧可変周波数出力は客席坂の電気暖房にそれぞれ供給される1990年4月24日に営業運転を開始し同年度のグッドデザイン商品をび藤沢都市デザイン賞景観部門部門に選定されている2003.2002編成による密着連結機の使用実績が良好であったため 1993年に3編成とも同様に改造されている。2001.2002編成の補助廃唱機は密着自動連結機密着連結機交換の際に干渉する目一旦撤去されたが、2006年3月に500系2台が営業運転を開始するのに合わせて申請の上、再度装備された。車内放送装置は20型と同一の IC 式に、 変更され、さらには500系、2台と同一の英語放送が追加された。また、上高扉内側は当初は化粧板張りだったが、現在は無塗装になっている。2016年には2001編成が1000型に準じたリニューアルを受け、12月28日より運行に使用されている。パンタグラフは10型に準じたシングルアーム式に塗装は500系。 2台に準じた、ツートンカラーにそれぞれ変更。全面倉庫にあった行き先表示器は、フルカラー LED となって、全面窓状に移設されたほか、連結面クロスシートのロングシートか、座席ットを、青色の新柄に変更。フリースペースおよび車椅子スペースの新設、エノデン発の大型車内液晶表示器の新設、室内灯、全消灯の LED 化が行われている。 2017年には2002編成が同様の更新工事を受け、2018年末には同更新工事が2003編成に施行され、2000型は3編成ともに共通化が図られた。2018年12月時点では全編成リニューアルにより能力クリーム色のエノデン新標準塗装となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。